皆さんこんにちは。関西のおばちゃんよっこガーデンです。今日は2024年の2月の23なので天皇様のお誕生日ですね。今日はちょっと小雨が降っています。前回もご視聴ありがとうございました。前回はこの辺りをね見ていただいたと思います。前回よりどうですか？球根出てきましたね。にょろにょろにょろ、にゃき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 。この辺は綺麗やけどね、こちょっとここ傷ついたりしてるね。私がちょっといじっちゃったかもしんない。はい、ですね、ご報告があります。キジシロのあずきちゃん、ご案内しながらねお話したいと思います。キジシロのあずきちゃん、お目目の方をね患ったりしてたんですが、別の病気がねこの2月の3日にね通院した時に血液の病気が分かって、気づいてからもう23日で、この2月の19日にこのね地球の、猫の生活が終わりまして旅立っていきました。もうね今ね普通に喋ってますけど泣いたりもう笑ったりなんかちょっと波があって、今ちょっと落ち着いたので撮れるかなと思って、お庭を撮っています。メソメソねしてる場合じゃないんですよね。弟猫がねいますので、しっかりね安全にね事故なく生きてね最後までね見取らないとねとか言って話しながら、主人と言っていました。きっとねキジシロあずきちゃんもきなこちゃんのこともね心配してるだろうし力になってくれると思います。ね、悲しいです。寂しいです。本当になんでって、こんなちっちゃい子になんでそんな病気させるのみたいなね思っちゃいます。すごいいっぱい咲いてきた忘れな草結構ねこれ発芽率がいいですね。お、新芽出てきてるということで、ね、またいつかあずきちゃんのね生前のメモリーをね、闘病生活というかそういうのもねお知らせ投稿もできたらいいなって思っていますが、まあねちょっと痛々しい映像とかも、痛々しいっていうかまあつらいね映像とかもあるとちょっとやりにくいかなって。クリスマスローズって恥ずかしがりなんやんな。顔見せてくれたらええのにな。この子はね、ロイヤルホームセンターでね、お勤め品コーナーにいた子やね。もう初めて顔見せてくれた。おしゃれやな。やめて言ってる。見してや。やるね。まだつぼみもいるやん。まあそんなんでね、ちょっと彼女が先にね地球を飛び立っていきました。もうねお薬もすごい嫌がってたので、1週間だけちょっと頑張ったんかな。あとはやめて彼女の意思に任せたって感じですね。はい、彼女はねこの場所が好きだったんですね。で、猫草でもないのにね、これをね、はじ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 って、わかります？向こうはビョンビョンやけど、これね、短いのはね、噛んで遊んでましたね。まあこういうの見るとね、ちょっと辛くなっちゃいますが、いつかね、吹っ切れる時が来るのかな。きなこ坊やがいますのでね、しっかり
ね、生きて守って愛して行きたいと思っております。最近ね、雨がね降りますね。降ってまた暖かくて、降って暖かくて、春の準備をしているのかな。そんな感じですね。かわいいな。ユーフォルビア、皆さんどの子を買って言えてます？なんかいろんな色があるけどね、これ結構紅葉しますよね。まあこの子とこの子たちが合うこと、それとこの家と、ね、ちょっとこうレンガチックな色やね、クラシックちょっとこの子調子悪いなまあそんなんでね、報告でした。あずきちゃんは、地球を卒業しました。はい、きなこたん、きなこたんご挨拶は、きな、こっちこきで、こいで、おお元気元気。オスでね、今7歳ですね。ちょっと便秘くんないけどね、男らしいうんこちゃんもしてほしいなっていつも思いますけど。はい、きなちゃんおいで、皆さんにご挨拶、いつも見てくださってありがとうございますって。きなおいで、うんはい、ちょっとごちゃごちゃゾーンもありますけど、ちょっと隠しちゃったりして、2024年の2月の23日天皇誕生日の日でした。はい、またねアップできたらいいなと思います。あずきも、皆さんのことを見守ってると思います。ご視聴ありがとうございました。よっこガーデンでした。バイバーイ。